ん？待たせたな。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、ARIKEN。アリケンだ。N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へ、レッツラッグ。はい、初見です。友達が声真似うまいって言ってたので聞きに来ました。待たせたな。どうも皆さん、こんばんは。ショータイムだ。お前ら真面目に待ってしろって。なんかいるな。マジ当たんね。あぶねえ。あぶねえ、マジで。もう無理だろ、何におんねん、マジここ。シーズン9、新環境、ポンプショットガンもなくなったこの世界で誰が一番強いのかカスタムマッチ。どんどんパクパク、どんどんパク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 、どんどんパクパク、どんどん。大丈夫？大丈夫でしょ。今日朝地震なかった？昨日はあったね。昨日の朝は地震ありましたね。聞こえる？ OK。やべえな、武器ねえな。まずいですよ、まずいですよ。
無理だろこれ。何人おりんよお前ら。はい、おお、折り紙様たたうめえな。ああ、うわ、高木がいる。さあここでまさかの高木が速攻画面に映り込んできた。いいよ高木、一本動画できるよこれで。さあここは颯爽と逃げていく高木。さあまだゴースティングしてる人がいるかもしれないからね、ここは逃げて、さあ上のプレゼントパーク上の崖上山に登って、これはボールを取っていくか。さあ映りたがりの高木くん、ここで映っていく。さあシーズン9でね、高木がどんな動きを見せてくれるか本当に楽しみ。俺ぶっちゃけシーズン9に入ってまだ人のプレートがあんま見てないよ、ぶっちゃけやる気がなくて。高木どんな動きするのかな。やっぱり持っていくのは拓殖なのかな。さあチャグチャグ飲むが、さあ一応放送画面に映っているので、これワンチャンねゴースティングが来るかもしれません。さあ来ましたねゴースティング。さあゴースティングではなくボールをただ取っていっただけか。さあしかしちゃんとゴースティングが来るぞ。マジゴースティングしょうもねえよな。さあ高木がゴースティングに襲われていく。ダメージを食らってしまった。チャグチャグを飲んだが、さあダメージをどんどん食らっていってしまった。これは痛い。さあゴースティングの数々がやってくる。さあゴースティングがたくさんやってくるぞ。さあ高木、まあ、高木くんね割と、まあ、信者も多いんですけど、やはりアンチも多いのでね。さあ俺の配信でアンチが潜り込んでてマッチに入ってきたらこれは大変。さあここは新しい、さあギミックで逃げていく。さあ目の前に紫ポンプとスラップがありましたね。これはスラップを飲んでいきたいが敵がやってくる。一体何人来るんだ。さあここは一発タクティカルショットガン当てて上に登っていきたい。さあスラープを取るのは諦めたか高木。資材ももうない。これは早めにスラープ取って逃げていきたい。さあスラープを取って一本飲んで、これはボールで逃げるでしょう。さあ上でやり合ってくれと。さあ高木これ倒すのか。さあタクティカルショットガン一発とポンプ。さあタクティカル当てていく。さあギリギリ当てたが、ここはダメージを食らいすぎてしまった。さあまだ玉はたくさんいるぞ。タクティカルショットガンを当てるか。これ当たらない。さあエイムがいいぞ。あと一発当てれば勝てる。さあ目の前の敵さん、エイムが追いついていなかった。これは10ミリも掘れるんじゃないでしょうか。しかしまだまだたくさん来るぞクソゴースティング。さあここでなくなってしまった。さあシーズがなくなったので、ここはヘッドショット、完璧なエイムで敵を倒していく。ここはボールで詰めて敵を倒しに行く。さあしかし新しいギミックで敵も逃げていく。さあ33のダメージカット、白ダメージ、シールドはもう全て剥がれたぞ。さあ目の前詰めていってタクティカルショットガンを当てたい。さあおめえもゴースティングなのかと、さあ問いかけるように。さあここはトンプソンでぐっちゃぐちゃに資材を壊していく。さあ敵さん木はなくなったもんよ。さあ横を開けて、横から出てきた敵にタクティカルショットガンを撃つが、これは当たらない。さあ一発二発トンプソンを撃って倒していく。さあここで資材を獲得、これは美味しい。コンパクトサブマシンガンを取っていく。小学生フォートナイトの中では一番知名度があるんじゃないんでしょうか。実力を見つつ、さあ目の前の敵のシールドをカット。さあここは階段上に3段と、さあ2段立って敵を詰めていく。さあここは高木ゴールよし、こいつも弱そうだなと。さあしかしエディットがちゃんとできるんで、ここは高木動きを変える。さあ横を張り替えようとするが、出てきた敵にタクティカルショットガン一発、横から撃たれてるのを感じて周りにさあ木を立てていくが、敵さんも気づいている。ここはタクティカル、なんだコンパクトサンマシンガンでゴール押ししていく。さあ資材が少し取れたので、ここはミニポーションを飲んで一度回復。さあ高木なぜか気づかれてしまった。さあ周りを張り替えて上に登っていく。上はスナイパー持ちだぞ。さあ床と屋根を駆使して上のトリトリ合戦が始まった。さあここはクリエイティブをよくやっている高木、上を取るのはさあ簡単か。しかしここは敵さんの上に乗っていく能力も高い。さあ敵さんは一発撃たれる。しかし敵さんのショットガンも当たってしまう。ここはエディットしてコンパクトサマシンガンでゴリ押し。さあグライダー張って、さあ自分の屋根にして1枚張り替える。さあもたもたしている敵を倒していく。下に降りてまさかのアサルトライフルを2本所持、ショットガンを落としてしまった。さあ高木ショットガンを落としているぞ。さあこれはまずい。さあ高木からショットガンを落としてしまった。これはミスっている。さあ1枚、さあ自分の、うわこれエディットして下に降りていって、タクティカルショットガンを取りたいが、さあすごい集中砲火を食らってしまう。リロードするが、さあ手榴弾を投げられてる音、これはやばい。激戦区に降り立ってしまった。さあ資材も少ないのでね、1人倒し資材を取っていきたい。さあアサルトライフルで頭出しを倒していく。いいエイムだ。
さあエイムがいいぞ。この男の子さあ横を取って目の前の資材を取っていくが、周りではグライダーの音がめちゃくちゃするぞ。さあ資材が増えましたね。これで全部で2000個近くの資材が増えました。これは美味しいですね。さあここは高木もさギミックに乗って一気のマッチ、マジで誰もなんか真面目に戦ってないよな。さあ高木目の前に降りてきた敵にショットガン一発。さあエディットしてショットガンもう一発。さあ真横に登ってきた敵に倒したいが上に登っている。さあここは1枚下に降りていったが壁を1枚破壊して自分の壁にできなかった。さあ横から出てきてもいいぞ。ショットガンを構えてさあコンパクトサンマシンガンでゴリ押ししていく。さあここはエディットしてショットガン一発打ち合ったがどちらも当たらず、リロードして後ろからスナイパーライフルを当てられてしまう高木。ここは落ち着いて回復していきたいところだがまさかの連携がうますぎる。さあこれはうまい。下に降りてきた人にさあ罠を使いたかった。ここは敵さんトンプトで逃げていく。さあ全然回復させてくれないミニポー2本飲んでいきたいところ。さあ上下運動しながらミニポー飲んでいく。いや今のめちゃくちゃうまかったけどな、横逃がしちゃったね。さあエディットして真上にいる敵に完璧なエイム。その距離のタクティカルショットガンはめちゃくちゃ痛いぞ。さあ全てを対し資材持ってさあ揃ったが、それいくら敵をね倒してもねすぐ逃げれるか。さあ目の前でさあ矢倉を立てている敵の横に設置していった。さあ高木エディット待ちをするがここは2発って自分の壁にしていきたいが、敵さんもさあここは建築してさあ一発殴ってあと一発ってところで高木は自分の壁にしていく。さあしかし一回落ち着いてタクティカルショットガンの打ち合いが始まるか。さあエディットしてエディットしてやっていくが、高木ここはミスってしまったか。さあ些細なミスで殺されてしまった。敵さんも持っているコンパクトサブマシンが一瞬で体力が削られてしまった。タケは目の前をさあ建築して自分の盾にするが、上にも敵がいる。出てきたところをさあ名前が書かれる QS さんがやっていく。タクティカルショットガン緑でここまで生きている。デカポもミニポもあるぞ。ここはデカポを飲みたいところだが資材がないので降りてきた敵にタクティカルショットガン当てるが、ここはエイムがある。ここは当てられずに敵にやられてしまう。敵さんも目の前にデカポがあるのを気づいているから、ミニポを2本飲んで残り3人1対1対1一発ショットガン当てられて、さあ GF4 リュウヤにやられていく。残り2人1対1ハイグラからアサルトライフルの弾が雨のように降ってくる。ミニポを飲んで最終決戦の準備をしていく。さあ準備は整ったぞ。あとはハイグラに登るだけだが残り資材が500しかない。この残り少ない資材で上に登っていけるか。目の前を壊してアサルトライフルさあコソコソしながらどんどんアンチに向かっていくが、ここでアンチのダメージを少し食らってしまう。壁を壊しながらアンチに入っていくが、さあここは針の穴を通すようにさあ通路が設けられている。敵も焦って上から降りてきているか。上の資材を壊されてる音がするが、ここは竜也上を補強しつつ次のアンチに向かっていく。さあバンテージを1枚巻くが、上から落ちてきた敵さん。さあここは壁が透けてしまっている。これはよくわからない。さあ敵さん一発当てた瞬間速攻上に登っていったね。